はい、どうもこんにちは、エリナでございます。今日はですね、隠れオタクの私の本棚をご紹介したいと思います。めっちゃ意識いいね。なんで？結構すぐに断捨離しちゃうタイプで、この前もまた本を売ったところなんで、だいぶ少なくはなってるんですけども、まあ今まで売った漫画とかも含めて漫画の話をできたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあこれがそうなんでちょっとここ狭いスペースなんですけど、紹介していきたいと思います。ていうか中よりもここの方がちょっと気になるよなアクリルスタンドやばいもんなとりあえず今こんな感じなんですよ。ちょっと見にくいんですけど、とりあえず一番関数が多いのはこれですね、ワンピースです。ワンピースは上京してくる時もとりあえずもうまだ連載が続いてるものなので持っていかなと思って96巻まで持ってきてますと思いきや2巻と4巻を持ってないんですよねっていうのもワンピースの1巻から10巻ぐらいまでって、私がもう多分小学生の時とかに発売されてたもので、小学生のお小遣いなんていうのはもうビビたるものなので、単行本を定価で買うのがもったいないっていう年頃なんですねなんで古本屋さんで売られてる巻から買っていってたんですよ。ってなった結果2巻と4巻がないまま進んでいってしまって、そのままです。買ってないっていう楽しみですね。これはいつもじゃん、マギ37巻全部あります。いやー、マギもねもうすごい大好きで、なんでこれを手に取ったか覚えてないけど、多分アニメから入ったんと思う。友達と一緒にソロモンの知恵とか言って遊んでたんで別にソロモンの知恵はこんなポーズしないんですけど、アニメの主題歌とかもすごい楽しい曲なんで、カラオケとかで楽しんでた思い出。結構ねグロいっていうかむごい描写は割とあるなと思うんですよ、この可愛い絵柄に反して。あるけど私はすごい好きでした。魔法の世界っていうのはやっぱ憧れますよねはい、大好きな作品です。じゃあ次、これハイキューでございます。いやー、ハイキューは本当に毎巻毎巻出るのが楽しみな作品の一つですね。私あの中学生の頃にバレー部だったんですね。っていうのもあって共感できるところが多すぎて大好きです。上に行く人だけの物語じゃなくって、途中で負けてしまう人の、もう大会の序盤で負けてしまう人の心理描写とかもしっかりしてくれるし、なぜ共感しやすいし、何より男子高校生がすごく男子高校生してるなって思います。可愛らしい、ちょっとおバカな部分があるっていうのが、もうなんか大体のキャラクターそんな感じなんで大好きです。推しっていう推しはおらへんけど、あえて言うとするなら、つむつむが好きっす宮あつむさんっすね。兵庫県の稲荷崎高校の選手でございます。私もね兵庫県出身なんでね、恐ろちですねホイッスルっていう漫画なんですけど、これはサッカー漫画で結構古い漫画なんですよ。主人公の風祭翔くんのひたむきさがすごい、もうなんか頑張れと応援したくなるし、彼が本当の挫折に追い込まれた時は私も思わず泣いてしまった。初めてぐらいに泣いた漫画かもしれないです。全然サッカーはしたことはないんですけど、お父さんが昔サッカーをしてて、もし自分の子供に男の子が生まれたらサッカーさせたいって言ってた人なんですね。でも私あの女兄弟なんでちょっとそれ叶えてあげられなかったのはごめんねって感じやし、なんかそういうのもあって、私すごい男の子になりたかったんですよ昔、女の子じゃなくて、だから結構いろんなスポーツは
してました。割と運動神経悪くなかって、顔はお母さん似なんですけど、体型とか能力っていうの、そういうのは結構お父さん似なところ多いです。サッカーの試合とかもすごい見に行くの好きです。地元神戸なんで、ヴィッセル神戸の応援とかも結構行ってましたすごい無駄話しちゃいましたけど、本当に青春って感じなので、よかったら見てみてください。ホイッスルです。はい、ずっと見えてましたが、シャーマンキング完全版の方を持ってます。ヨウくん、ハオ様ってなりました。まあ、主人公のヨウくんがすごいのらりくらりしてるんですけど、それにみんなが惹かれていく様を見るのもすごく楽しいです。昔オーバーソウルしたかった人たち多いんじゃないでしょうか私もその一人です。いや、なんせね、私も男に生まれたかったっていうぐらいやから、結構少年ジャンプ系が好きなんですよね。で、はい、これディグレイマンでございます。これは私をオタクの拍車をかけさせた作品となっております。実家に今はあるんですけど、リボーンも持ってて、中学の時にリボーンと友達が持ってた D グレイマンを貸し合いっこして、で見事に私は D グレイマンに落ち、友達はリボーンにはまりお互い引きずり落とし合いをした作品ですね。みんな早く幸せになってって願わずにはいられない作品ですね。私はずっとアレン君が好きです。多分今この年齢で読み始めてたら、私はきっとラビーに落ちてたんやろなって思います。本当ダークファンタジーって感じです。私はイニシエの夢女なので、昔はアレン君に抱っこされて汽車に飛び移ってました。これ多分分かる人いるんじゃないでしょうかねで、はい、一番すごいキャーキャー言ってた作品がこちらですね。黒子のバスケ。主人公の黒子っちが大好きなんですけど、主人公が脇役やのに主人公っていうのがすごく好きでしたね。こう変に引き伸ばさずにスッと終わったのも私的にはすごい良かったです黒子っちが一番好きだったんで、黒子っちの夢女子してる時は本当に弾けてましたね。耳から黒子っちぶら下げたこともあったし、カレジャーとか言って UFO キャッチャーで取れるまで帰れまてみたいなことしてた。私バスケは詳しくないからわかんないけど、多分現実ではできない技は多いんだと思います。見てほしい。少女漫画になるんですけど、こちらのフルーツバスケットでございます。いやー、私ぐらいのアラサーぐらいの人はもうフルーツバスケットバイブルっていう人多いんじゃないでしょうか。もうなんか読むだけで心がすごい優しくなれるし、ないものねだりじゃなくて、今あるものを大事にしようっていう気持ちを思い出させてくれる作品ですね。優しいってしゃあない、この話大好き。何回も私全巻揃えては打ってを繰り返してるんですけど、手放してもやっぱりこう手に返ってくる大事な作品ですね。ちょっと何言ってるかわかんないですけども、今アニメもやってるんで、全編やるんでぜひ見てほしい。昔にも一回やってて、そっちのアニメの雰囲気がすごい好きだったんで、どっちも見てほしい。もう私ほんとカグラちゃんとキョウくんの話がすごいもう泣けちゃうんで、あそこシーン大好きですね。同志いますかね。で、はい、オーラン高校ホストクラブ、男装主人公、もうそこで夢女子関係やん。庶民の主人公とすごいお金持ちのイケメンとの恋物語なので、もう玉木さんがもうバカすぎて可愛いって感じ。でも玉木様と春日がくっついてほしい気持ちもあるし、春日と光がくっついてほしい気持ちもすごくありました少女漫画好きな人はぜひ見てほしい。絵も可愛いんでね。と、まあそんな感じで、今手元にあるのは以上なんですよ。もう本当にここに貼らなくなったら売るって決めてて、黒羊とか、さっきも言ったリボーンもあるし、テニプリも通ってきたし、あと銀魂も大好きです。あとレイブも読んだことあるな。ピチピチピッチとか、東京ミューミューとかいやー好きやったな。で、最近はもう電子書籍がすごい増えてきてるじゃないですか。っていうのもすごい異世界転生ものが大好きで、いわゆるナロー系っていうのはコミカライズされてるけど、もともとは小説のものなので、
コミカライズされたもので登場人物の姿を先にインプットしてから話の続きは気になるからノベルで読むっていうことをしてます。最近一番良かったのは魔法世界の受付嬢になりたいですっていうのが作品があるんですけど、マジでそれが良かった。まあ、それは異世界転生じゃないけど、いやファンタジーか、魔法の世界の話でライバル関係の主人公と相手役がいて、いやーもうマジ剣カップルが好きな人はすごいたまらん作品です。もう全部一気にバーって読んじゃいました。いやもうそれ好きやんみたいなことが節々にあって、もうニヤニヤしながら小説読んでました。結構ナロー系はそういう読み方しますね。だからもうここに収まりきらんくなったら電子書籍で買うって感じでやってます。だからね、先月の漫画電子書籍代だけで2万5000円ぐらい言ってましたちょっとね、来月の支払い大変なんですよ。トキヤさんの誕生日の時に8万なんて使っちゃったんで、それが私の生きる意味というか働く意味なのでよしです。ムカつくないわの顔。はい、というわけでいかがだったでしょうか。なんかすごい自分語りばっかしちゃってあれなんですけど、私は多分一生オタクなのでそういう自分と付き合っていきたいと思いますおすすめ漫画とかあったら教えてください。以上です。多分まだなんか漫画語り楽しい、漫画語り楽しいので、またこういう動画できたらいいなと思っておりますはい、それではご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。